はい、中国語に引き続いてですね、アラビア語を勉強しようということで、最初の言葉は「アナ」という言葉なんですけど、まあ、意味はともかくアルファベットの勉強からですね。で、ABC ですけど、アルファベットは。アラビア語の場合、最初「アレフ」というね、あと「ヌーン」というのを今書いてみましたけど、読み方は右から読みますからね。これがちょっと特徴的ですね。はい。